なんか、ねうん、こうこういうエンタメではないね文学寄りの作品が子供がすごいの、まあ、女偏1位になるっていうのだと思うね。なんかその漫画にワクワク感とかエンタメを求めてる人には多分ね合わないんだけど。うん でもこういう漫画が評価されること自体がね僕らみたいな漫画のアダルト不安からするとすごいい個人的に嬉しんだよねなんかこういうちょっとガロの匂いのする漫画っていうかさそういうのが今普通に出てくるっていうねなんか取りたてドラマチックなことが起こるわけでもない本当に静かで濁りのない澄んだ泉のような漫画なんですよ。そううだね本当にななんていのか 映画でいう「かもめ食堂」って見たことあるあれとかあとそうそう俺がすごい好きなね岡本太郎のお母さんの岡本かの子の小説とかに近いの俺に言わせると。なんかねんていうのかな生きることのもどかしさとか複雑さとかあと偶然の不思議とかちょっと大げさに言うと世界の神秘のようなものがちゃんと書かれてるんですよこの漫画は。 出てくる登場人物もいずれは年を取ってこの世から多分消えていくわけじゃないですか。で、こう笑ったり泣いたり喜んだり落ち込んだり、そういう思いもいつかはこう無になるんだよね。その人間は儚い人生儚いけれども愛おしいとませてくれるそんな漫画です。なんかそうだね。うんうん。だかられいちゃん覚えことあった。いやあのね、うんとね、ま漫画をどういうふうに読むかっていうことで、俺は こういういい漫画を読みたい派だよねだからその、えー次「来週どうなっちゃうの?」って言って「どっちが勝つの?」みたいな、うん、その見せ方で、まあ、毎週引っ張るみたいな漫画が割とも主に主流の中で短編で一つのことをしっかりと語っててでその短編で切り取られた部分の背後にあることをずっと考え続けるっていう。うんうんうん で、またその別の,なんの自分がそこに現れるというか、うん、もう一つのカメラがそこに現れるというか自分を豊かにしてくれるっていう作品だよね。そ、うん、そう、う,ん、うん、そう本当にそうで,、うん、で僕はその小説を書かなくなっている女性のエピソードのね、うん、こう海の底からってすごい好きで。ぶっちゃけね、その 長新二先生の漫画家「残酷物語」とか松本太陽先生の「東京日頃」よりも個人的にはね僕全然共感できるんですよ。クリエイターの苦しみをなんかねそのもう結局なんていうのかなこう書かなくても幸せなんですよ主人公は。結局その切実に書くってことが何もないっていうなんていうのかな書かなくても幸せでいる自分は悔しいって思うんだよだけどその主人公に対して料理人の彼氏がね じじゃゃあ書けばいいんじゃない、うんな悔しいってことは書いてない自分のことが認められてないんじゃんってうの。うんうん、で、うん、物を作ってる時ってお金がないこととか将来の不安とかどうでもよくなって心がないでいく感じがするじゃんっていうのねうん、うん、ないでいくっていう言葉なんだけど「なぐ、うん」あの殴ってねこれねあの海のことを表してるんだよね「うんうん、海ゆう、うん、なぎ」と、う、か、んうんうん、そうなんだけど、うん、そうあ ないでいくってすごいわかるわ。って思ってしまって。だから。そういうのをしてしまったら、他のことで心から満足するって難しいと思うんだ。って言うんだけどね。うんうん、すんごいわかる。かる <laughs> <laughs> めっちゃ共感する。なんかね、その。 クリエイターとか芸術家によくあるね。押し付けがましさとかナルシズムがね。微塵もないの。いや、ほんとそれはすごい。うん。うん、あ、でもね。ルックも普通の人を描くのがすごく上手くて、うん、こういう人いるよなっていう。ちょっと癖のある顔を描くのが上手くてさ、うん、で、これさっき今今の話もさ、うん、あれだよね。あの、ライターのまあ、小説家とか。 小説を書こうとしてる女の子が小説を書かなくなっちゃっている。うん、彼氏と楽しく生きている。うん、その人がさ、うん、そのなの,の絶妙なメガネっ子なんだよね。そうだね。うん、ひょろっとした。で、友達二人は商業でもう仕事してると。うん、だから彼の、えー、自分はいつもそのあそのこの作品さ、冒頭でさ、街歩いてさ、会社に行くためにさ、地下鉄に入ろうず。 して階段降りていくとさそこから海の底になってくんだよねこのビジュアルイメージねそこからずっと海の中でずっと海の中ででで仕事をしているよようななな気分で息ができない感じなんだねそこでえ自分がかけなくなっている状態の中で商業,商業でバリバリ働いてる2人の女の子とあの飲むんだけどねその時に彼女たちはあの私と違ってうん、うん。 あのフリーだから、うん、止まったら死んでしまう。海遊魚のようだっつって、うん、でマグロとして描かれるんだけど、うん、海の底でマグロを見ている。自分って書くんだよね。うん、で、それをキラキラしててって言って、うん、彼女たちは卑下してないんだよね。<う>フリーだからどうじゃなくて美しくて憧れちゃうで。私は会社員だから安全なんだけど。 海の中にいて彼女たちが羨ましいと思っているそれに対する回答がそのさっき言った料理をやってる彼氏の答えでねだからさ人間ってある程度んだろうな達観してきてそこそこ幸せになっちゃったら何もかけなくなっちゃうのかなっていう不安をその一辺がんか解放してくれたっういう気持ちになっちゃって。 彼女たちにとっては書くことが生活の中心だけどうん、うん、君は今人生をその積み上げている状態だからうん、うん、その積み上げるピラミッドが頂点まで行ったら、ね、君は書ける時が来るんじゃないかなって彼に言われるとピラミッドねがちゃんと書かれるんだよねそうでそして書、えー、いてるうちに海の中のピラミッドが見えてくるそ<う>ビジュアルで見せる、うん、素晴らしいよねそこからこうプワーってこう、ね、顔出すところがねそう上がってって気が付いたら<う>ピラミッドの先端にいてね あのラストはね、ちょっとショーシャンクみたいなんだよ。海のそ、その、上に出る、出るところがね。ショーシャンク、ね。ショーシャンクなんだよ。これ、ね。そう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 。<laughs> なんかね, <laughs> ね、なんか、あの、うわ、ともね、な,なんだろう、うん、こう。 結構さりげない何の変哲もないセリフに割とこじんとくる部分が多くてわかる,わかるうまいよねあのさ「うん、あの雪の街」っていうちょっと地味な作品がある友達の鈴木さんって子が死んでしま、ねうん、うすごいよねで、うん、なんかその,その,女の親友の女の子が同じ鈴木さんのねとし同じ知り合いだった、まあ、男の子と、まあ、偶然ちょっと会ってデニーズで出会うってさ、うん、それで雪の中こうなんとなく話しながらこう歩くんだけどさ、うん、その男の子が言うセリフでね 鈴木さんがどこか元気にいてくれているといいなってずっと思ってましたっていうセリフが俺ねこのセリフなんだけどなんかその俺らってさ年を取るごとにそういったことって増えていくじゃないだけど自分と関わったことのある大切な誰かがさどこかで元気で暮らしているって意外とそれを思っただけで割と生きるる勇気気っってもらになんだよそうだよね。ああるるそそううたくさんんなだだよって なし。レイちゃんと俺レイトショーに呼んでもらう前まで結構ブランカってあったあった。そうそうあったけどさ、でもまあ多分元気にやってんだろうなって思ってたし。俺も思ってた。そう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 。でもそう読んでさ、人間ってなんとなくこうあのなんとなく生きていけるんだよそんなことでも。ああああ。だからなんかねこの人の作品ってそういうことに結構気づかしてくれるな。 っていうところがあって、俺らよくさ新宿で飲んでた時にさ、つるんでた連中さ、今合わないじゃん。合わない。考えるよな。でもさ、元気でいてくれたらいいなって思うじゃん。思う思う。あ、そうそうそう。それだよね。だからさ、まあ基本的なテーマっていうのがさ、こう何気ない日常を主人公が生きてるんだけど、こうもやがかかったような日々をこう過ごしていた時に、こう何かをきっかけにして、ふと自分の正直な気持ちに気づくっていうパターンなのね。 でまあここまでならさこう普通の作家もまあ書けると思うんだよ。だけどこの人のね悲観なところはねなんかねそこに気づいてあげられなくてごめんね自分ってこう自分自身に優しく語りかけている感じがあるところ <laughs> ある。あるあるうん。なんかね、うん、結局本当に自分を愛せるのは自分だけなんだっていうことをこの人がね、うん、言ってるんだよ。それはあれだねあの妊娠した女の子のシーンで出てくるね私の体でね。そう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 。<ー>だからねなんかねまあ。 ちょっとこう言ったらなんだけど、俺はね、まあ、読んでたかな、足原先生、これ読んでてくれたらよかった。すごい思ってしまって、なんか、その、だってさ、やっぱ、ただ話を聞いてくれるだけのストーブがさ、言ってくれればいいじゃん。そうね。うん。生きていけるもん、それで。うん。って思う、俺はね。うん。その。その雪の日、だっけ。それって、あの、だから、その鈴木さんって方は亡くなって。で。ええ。 初めて会った鈴木さんのの知り合い同士の2人が、男女が雪の中散歩するだけの話なんだよね。よで鈴木さん家に行くんだよね昔住んでたアパートにね、うんうん、でタバコこ吸いながらさ、うん、鈴木さんの話するんだけど、うん、あれずっと夜さ雪が降っててさで2人でさその鈴木さんがいなくなってふそのいなくなって、えー、残された2人が雪だるま作るじゃん、うん、最後。うん、で雪だるま作って無心で作って、うん、これ一緒に作ったらすごい楽しかったよな で揺りながら雪だるま作るんだよね。で最後のロングショットで雪だるま出来上がって雪だるまとその残された二人そして朝日がパーッと差して行くシーンでパッとそのその町が見渡せるところでそのシーンで終わるんだけどあの雪だるまは鈴木さんだよね。そうだそうだと思う。そうだと思う。そうだから不在のものを残された二人が作っていくでもそれは溶けてしまうんだけど。 その朝日を3人で見てる状態を絵で見せてうん、うん、でそれについては言わないっていうさうん、うん、だからさ本当に絶妙に語るところと語らないで絵で,絵で見せるところのうまさがあってやばいなと思ったねうん、うん、そこは。なんかね、すごい。なんかこううわ ってね、こう読んでなんかほわーってなれたりだった、うそうそうそう。構図も美味しさ、構図も美味しさ、あの透明人間の夫の話もよかった。いや、あれもね、よかった、よかった。ある日事故で夫が透明人間になってしまったっていう話だよね。そこはさ、ある意味ちょっとファンタジーなんだけどさ、でもなんだろうよくよく読んでみるとさ。 本当はそんなことなかったのかもしれないけどっていうふうにも読めるしねあれあそうだねそうそうそれはストーブに関してもそうだけどさなんかその止め逃げの夫が「そのありがとう僕を見つけてくれて」っていうシーンとかすごいいいんだよ。いやだからあれさ、うん、絶妙なのがさ、うん、別のダブルーニングじゃん。うん、つまり 見てないっていうさ、透明な自分になってしまってる。でもさ、よくよく考えたらさ。その旦那の体が好きだったってこと、気づくんだよね。私はこの人好きだと思ってたけど、見てたのか。で、消えた瞬間に、それに気づくっていうさ。実際に見えなくなって、初めてその人が見えてくるって話でもあるんだよね。本当、本当。やばいことやっていなと思って。いや、だからね、本当。いや、僕は結構ね、本当に。 こんな漫画描きたかったたんんだよね。<ー>こんな漫画描きたくて割と漫画になったみたいなところがあって、ねうんうん、だかららね、ちょっとやられました本当,にいやいや本当だよね、うん。ただやっぱり自分はこう主演者ってすごくメジャーなところが出発点だったので、うん、やっぱりこういう漫画描きたくてもねやっぱりもっとエンターテインメント性をっていうのをこう、うん、編集者にこういろいろねこう指導されてまあそれである意味なんかそのバランスは良くなったのかもしれないんだけど本当に自分が描きたいものを抽出しちゃうとこんな漫画になっちゃうんだよね 居ましたか集英社の皆さん。<laughs> 北川翔がこういうの描きたいってよ。でもね、<あ>今、飛んでこい飛んでこい。なかなかさ、読み切りの漫画をヒットさせるのって難しいじゃん。え 主演者ならできるんだろう。いやあの個人的に描くわ本当に。主演者どうしなくても。そんな気持ちにさせられさせてくれる漫画でした。ああわかります。はい。とてもかります。あの兄弟のね海辺のストーブって端的に言うと彼女と暮らしてた男が彼女とコミュニケーションうまくいかなくて彼女が出てっちゃった後でずっと横にいあったストーブ。 の視点で書かれる物語です。そう、<laughs> そう。うん、だからストーブが見てた二人の話でもあるし、そのそんなストーブはいつも僕を温めてくれてたって男が彼女と再会したくてストーブを連れて海に行くって話なんだよね。うんうん、よねえ、なかなか良いと思います。あの、うん、まあストーブが例えばペットだったりでもいいと思うんだけど、うん、うん、要するに何ていうのかな、うん、こう。 自分が苦しかった時にただ話を聞いてくれる存在っていうのがあるだけで全然違うんだよそれがストーブだったとしてもでミラクルが起こるというそうそうそういいですね。あの村上春樹の短編小説のうそ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 うんうそうそうそう 短編が好きな人は絶対好きだった。ハマる。ハ、う、マ、ん、るね。京町子さんが、割と近いことをずっとやってたなっていうのとう俺ね、京町子さんのわ割とそのわ,わかりやすい、あのー、なんつうかな、えー、まあかこれも関係性と瞬間を書いてるんだけど、うん、この方と市川さんがやってた短編の俺、間ぐらいのちょうどいいところを書いてる気がする。わ、うん、かる。わ <laughs> かる。うんうんうん。そう。もうだから こっちはめちゃめちゃ頭使わないとちょっと理解できないこの人ほど尖ってはいない尖っ、うん、だから市川さんの尖り方もまたいいんだけど、うん、そうそう市川さんとか高野文子の尖り方もいいんだけどわっきりかに高野文子からの まあそうだね、豊かな文脈が広がってるなって思うよね。漫画に出てくる「雪子の夏」っていう漫画出てくる「雪女の女の子」はねこんな感じでめちゃめちゃかわいいんです。大好きで普通雪女って僕こんな感じじゃないかなと思うんだけど丸顔でニュタイプで斬新。とにかくねこれは読んでくださいこの漫画。そうだね。